わっしょいからのわっしょい。名前はゴジラなんですけど、アイコンはクジラです。はい、やってまいりました。こんな感じでね、ライブ配信マジですごかったっすね。終わった後こいつ飛んできたんですけど、何やってんですか、何をやってるんですか、動かないじゃないですか、ということで真ん中の方に飛んでみたわけなんですよね。ここにね来ました、私アイドン。はーい、トゥイマテン飛んできました。はい、トゥイマテンが飛んできましたけど、でね、非保護資源僕ね1瓶以上持ってるんですよ。箱が500、紙幣も500ぐらい、弾薬43、合金が16、そんな感じあるんですよ。まあこれいらないんでね、あげようかなと思って。準備はいいかな。うわ、すげえわこれすげえな。ちょっと目を離してたらね、こんな感じになったね。ゲレゲレ来てるじゃんゲレゲレ来てますね。いいね、いいっすね。ゲレゲレ頑張ってください。ゲレゲレ選手頑張ってください。上の方でね、資源がねどんどん減っていってるの分かりますか。マイナスになっていってるの。結構来てんな、だいぶ来てますね。おい、いらっしゃい、いらっしゃい。あ、まだ来る、まだ来る。すげえじゃん。普段は敵から資源を奪う方なんですけど、普段は奪う方なんだけども、今回は奪われる側やってみようかなと思ってね。はい、そんな感じでやってますけど、どのぐらいでなくなるんかな、これ。1便以上はあるんだけど、しかもこれね、グレーゾーンなんで、遅いんすよ、歩くのが。なんかグレーゾーンのところに来た瞬間、来たわ、いっぱいいろんなやつが。だけど早いな。意外と早いね。お、これ案外すぐになくなるんじゃないの？なくなるんじゃないのかな？どうなんですかね。まあ今のところはね、3人。敵が3人来てるんですが、あと他の人も来るんかね、どうなんかね、どうなんすかね。ワイワイしてますね今のところは。ワイワイ中だけど、これどうなんだ、誰が来るのか気になるね。ゲレゲレ選手頑張ってください、早く取ってください。まあまあこれね、この分の例えばね 1B ぐらいを集めようとすると、資源の採取だけでね、集めようとするとどうだろうな、どのぐらいかかるんだろうな。まあまあかかりますよ、めんどくさいじゃないですか採取するの。敵から奪った方が早いんですよ。なのでこの、もし採取するならば、めちゃくちゃ日数が、時間がねめっちゃかかるやつをこういう風に取った方が早いですよと。はい、そういう風なねこともありまして、で僕は取る側じゃなくて今回は取られる側でやってるんで、どんだけのスピードで取られるんかなと思ってね。皆さんも気になりません？やったことありますか、自分でサブとかじゃなくて本垢とかでさ、結構資源あるのをバリア外れちゃって、外れててね、知らない間に敵から奪われたことないですか？ありますよね多分ね。はい、そんな感じで、どういう風に奪われてたかみたいな見たことない人が多いと思うんですよ。敵から攻撃されたのはね、あーバリア外れちゃってたわーみたいな、それがねこんな感じになってたと思うんですけど、資源の減り方こんな感じ。今ね上の方を見てくださいよ、資源はどんどんマイナスになっていってます。赤字でどんどん表記がされてっているわけなんですが、すげえくんな。あと残りがね 289M230M、 おー早いねー、他からも来てるし、今違うやつが参戦してきてますね。クマが来てます。そして、攻撃されまくると飛ばされるんで、戻る、カムバック。で、戻ったところに、攻撃がね、ちょうど来てると、当てられるんですよ。当たることができるんですよ。だからね、そこに僕じゃない、めちゃくちゃ強い人とか、ここにね、飛んできとったら、当てられるんですよ。受けることができるんですよ。なんていうんですかね、この場所から僕が移転するじゃないですか、バン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 ね。これ周りから攻撃が来とるけど、でこれを僕が違うところに移転しました。で僕がいるところに他のね人が移転してきたら、全部この攻撃を受けることになるんですよ。そんなことにねなってるの。わあ、すげえ、ゲレゲレ来たね。
来たね来たね、来るね来るね、めっちゃ来るね、マックスだね、本気出すね、本気出しましたね、ギリギリさんね。はい、そんな感じでね、いろいろと遊び方がたくさんあるんだけども、まあ、こういう遊び方もねしてみてるわけなんですよ。わあ、遠くから来てんのこいつね、どっから来てんだろうね、めっちゃ遠くから来てないこれ。戻るで1分45、多分バイクだけだと思うんだけど、来てるわ、結構遠いじゃん、距離がだいぶ遠いなこれね。え、移転してきたらいいのにね、こっちに。祭りやってんだからさ、なかなかないよこの祭り、いいんですか参加しないで。いやこれゲレゲレ選手頑張っております、今のところ絶好調です。はい、ゲレゲレ選手本気出して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 、ここの年面白いですね。ライブ配信まだ見てない人もね、よかったら見たってください。最初の方はすごい真面目なような感じでやってるんだけど、あれはねフェイクなんですよ、フェイク、フェイクからの挨拶からのこんな感じ、すげえわ変わり方がすげえわ、3パターンあるっすね、3パターンね。はい、どんどん変わってったね、真面目に見せかけてバフ上げしてるように見せかけて、2番目は挨拶しまくって、で3回目はこれはねこんな感じになりましたね、三変化、はい、名付けるならば三変化ですよ。こんな感じでねいろいろやったわけなんだって。だけどこの成り行き、この流れちょっと見ると面白いかもしれないですね、最初から見るとね、ああこういうことだったんだみたいなね、なるんで。一番最初はどんな感じで始まってここまで来たのかとかね、気になっちゃいませんか、気になりますね僕だったら、すごく。最初どうだったの、でもってライブ配信コラボでもやったんでいろんな話してるんでね。あとそう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 、ライブ配信ね、最初もそうだし中盤もそうだし最終的なね終わり方もあれすげえなと思ったの、なんかねなかなかない、ライブ配信だからああなったんだよね。動画で編集したりすると僕は多分乗っけない感じとか他の人が乗っけない感じとかでもね、僕はそのままやってるんで、あすごいよ、びっくりしたよあれ。今回この攻撃だけでも何回来てるのか気になっちゃうね、だいぶガンガンやってる、気合いマックスじゃないの。だって別荘がなかなか見えないような感じにもなってる時多いからね、何回来てんだこれ攻撃、すごい来てんじゃない。で残りがあとわずかですね、早いねやっぱ、すっごい早いわ、こんなペースでなくなるんですね。グレーゾーンじゃなかったらもっと早いからね、3倍か5倍くらい早いんじゃない、もっとかな、どうだろうね。はい、そんな感じでガン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 ね資源がこのスピードでなくなってったわけなんだけど、すっげえ遠くから来てるやつもいるしね、まあもう資源がなくなりましたかな、そのくらいかなと思うんですが、めちゃくちゃ面白いですよ。ゲレゲレ選手張り切ってますね、まだ来るね、もうあんま資源ないんですけど、というかもう多分ゼロなんですけど非保護資源は。なんか出落ちで来た人いるじゃないですか、何やってんの、出落ちしてる、遅刻遅刻もうないからね遅刻してきた寝ぼつけさんは資源が取ることができないので詰めてどっかに行くと思います。はい、そんな感じでここの都市ねめちゃくちゃ面白かったですよ。どこの都市かはライブ配信でもやってますんでマジで見てほしいですね、おすすめなんで。おーい、ということでここの都市の皆さんありがとうございました。またなんかやろうかと思いますよ。469回攻撃来てったゲレゲレ選手さようなら。そして寝ぼつけさんはまだやってる、いつまでやってんの、楽しかったですね、またやりましょう、ありがとうございました。 Thank you for watching。